踊り込んでまいりましたカモメ連の皆さんです。昭和34年結成以来、長きにわたり活動を続け、地域の方々との交流を重ねてきました。今年結成65周年を迎え、今では周辺地域をはじめ県内数カ所の老人ホームなどへの施設慰問を行っているほか、徳島市、鳴門市、松重町および北島町の阿波踊りに参加しています。以上は男踊りのスカイブルーと鳴り物のネイビーブルーは空と海を、提灯踊りのオレンジは先頭の DC90 型練習機をイメージしております。自由奔放な男踊り、しなやかでかれんな女踊り、躍動感あふれる提灯踊り、勇壮で優美な鳴り物、そして自衛隊員らしく統制の取れたカモメ連を存分にお楽しみいただきましょう。